めっちゃ怖いから、ね、ちょっとだけ休暇らせてください。気がくさくさするあ、そうですね。いや、わかんないですよ。他の可能性かもしれんけど。ちょっと一回させられてます。まあ、でも結構当たるんだよね。食いしん坊なんですよ。ほんと。食いしん坊。口の中が黒いんで。引っかかれてもらいたいね。あとが大変とあまりそうですね。噛まれてね、なるべく早く消毒することなんですよね。痛いね、嫌だね、ごめんね。あるちゃん、うん、おとなしくしといて。もうちょっと足りない。微妙。まあでも、なんとかいけると思います。この子に、あ、口から行く。この子にさ、大川さん、これできます？4匹、1、2、3、4匹。あ、もう一人いるんで大丈夫です。この間できそう。あの、捕まえるの、あの、一人じゃちょっと無理だけど、ね、娘がいるから娘に、今日娘に入れてもらいましたもん。あ、そうですか。そう、あんまりこの子は好きじゃないです。いつも口の周りにくっつけて勝手に舐めさせて、うん、そう、まあ、これはね、痛いですね。全体気圧だからもう撫でるぐらいしかやらん方がいいです。あんまり強くて痛い。いや、今の4滴やれれば口の中の咳は取れないけど、悪玉菌が弱いんで匂いがちょっと減る可能性があるんですよね。じゃあそれは出してみます。インターベリーって言います。で、必ず冷蔵庫保存。あ、この間もらったのはこの間以外でしたか。あの、口に入れるやつ、目とか鼻。あ、それはインターフェロン。それは目とか鼻です。それも必要をいただかなきゃいけない。それも冷蔵庫保存ですね。インターフェロンもだから要はインターフェロン製剤なんですけど。肛門腺、ちょっと待って。その薬もらったから痛いね。ごめんね、ちょっと硬いなぁ。あ、できるのに、ちょっとこんだけじゃない、できますけど。出た。すごい硬くなってるからさ、なかなか出し切れなかったんだけど。他のはなんとか詰まってきて、2年に一度でも考えてこれとか。足ブラッシング。じゃあ結果は火曜日ぐらいですかね。そう、今日土曜日。微妙ですね。木曜日以降なら確実。あ、じゃあそうします。じゃあ木曜日に。
まあ、すぐどうのこうのじゃないんで、温泉機能の更新じゃすぐどうのこうのではないですね。マリも何か書いても4年頑張りましたからね、うん、ちょっといい加減なご飯のやり方みんなマジでたださ、シリアルか、あのご飯だけ食べさせるかなんだよね。いろいろ調べてもそうですもんね。そうなんですね、うん、まあこの人たちの美味しいものがね、美味しいものを食べたいものが楽しみぐらいだとは何もないので、今9階のマンションに移ったから外もってリンクしているとね、前は4階だったからベランダだったら外が見えてるけど、もう9階なんかね落ちたら終わりなので、もう外の空気も吸えないぐらい、ね、網戸ぐらいでね、楽しみがご飯したりね、取るとそうか、海に薬入れたの、それすぐやったら耳がいいって出ちゃって大変ですよ。そうそうそう、一人でやっと、あの入れた後さちょっと耳持ってないと、いや持つ前にもうやられてるから間に合わない、ちょっと入ってるのかなと思って、まあちょっと上からだけは近くに寄ったことだけ、分かりたいね、インターベリーに1日8滴やりたいんですよ、はい、だけどまあ可能だったら4滴4滴で分けた方がより効果的です。ああでまあ、あの1本でだいたい2週間ぐらいかな持つはずなんですけどね、でまあやれたらね、インターベリーやった後にちょっと舐めさせてもらえるんですね、歯磨きペースト、はい、はい終わってよ、これだったらいいですか、じゃあ次はいつかな2週間、うん、まあ、様子見て、また、うん、そうですね、出るの出るの出るの、うん、お家帰んないのえ珍しいね分かってない、分かってない、分かってない、ね、ここの中が嫌だってして、ね、嫌だね、この中狭い、この中が嫌なんだ、もう家帰るんだよ、これ入るね、分かってますね。じゃあ、分かりました。じゃあ、また何かありましたら。そうですね。じゃあ、来週、あの結果聞いてください。はい。